はい、こんにちは。大竹、誠です。今日は七月の十六日火曜日、今日のパートナーは。はい、こんにちは、小島慶子です。はい、私の横には。こんにちは、文化オ送アナウンサー、砂山慶太郎です。そして、火曜日は。はい。武田砂鉄です。よろしくお願いします。お願いします、えー。これは何。意外と過ごしやすいの、それとも無視してるの、どっちですか。 今雨降ってますよね。うん、気温は低いから、気温は低い二十五点四度。うん、うん、そこはいいんだけど、うん、湿度が高い,い,い湿度が八十六パーセントムシムシしてる。ちょっと走るとムシムシ、はい、で今東京急に円幕かかったみたいに真っ白に雨でけぶっちゃったわよ。うんうん、困ったなこれ。 ねえさっきまで降ってなかったのにすごい雨降ってきた朝は晴れてさえいましたけどねね急な皆さん気をつけていいじゃないかロマンチックでロマンチでも確かにねこのスタジオ2面の雨で窓ですからいいじゃないかロマンチックだロマンチックだなロマンチックって場所にしようよでもお前随分前に何か霧に包まれたことあるけど「はかねのタんン」 パイクなんかしかね。箱根ね。あ、もう、なんかもう。すごかったな、こ高速の出口あたりだったかな、なんか知らないけど。ものすごい霧。きり、きりに。 ガスに見舞われたことあるけどね。あのガスはだって本当に何も見えなくなるでしょ。うんうん、あのなんかねライトつけても三四、うん、メートルぐらい先までしか見えなくなって。<ー>コーンフレークの気持ちがわかるよね。うん、どういうこと？コンフレークの気持ち。牛乳に浸るとこんな感じなのかな。そういう考え方うう考え方あったのか。<laughs> 全然前見えないぐらい白いじゃない、うん。うん、そ,う <laughs> そうですね。までもコーンフレークはそのつもりで生まれてるでしょうからね。<laughs> <laughs> それ前提ですされてんのかな奴らは俺ふやけるんだと思ってされてんのかな。ききキに包まれたことはありますか？霧に包まれたことあんまりないですか？あんまりないかもしれないです。でも車運転しないんで、車運転してる人はね多分そういうちょっと厳しい経験に遭うっていうのは多分どこかでされてますもんね。あと山登る人はさ、あ山登る人ね、キリに包まれ、あそうだね、ないかないか佐藤さんは。 みんな包まれてんですか、りに。包まれてきたんですか、りに。まあ、一回包まれたこと、初めて。どこで、どこで。スイスの山の上。また、今、ここ。北京で包まれてる。よ北京は、北京は、寒さにはつない、マイナス二十三度には包まれましたけど、霧は大丈夫でした。スイスの霧。 本当にさっきまで青空で写真撮ってたらなんか雲が昇ってきたなと思ってもうあっという間にマッシュでああああ恐ろしい山の上にいたら、はい、まあでもあの施設の中だったら全然安全なんですけど外だったら怖いですねうもうスイス出されたらもうこっち出す、うん、出すもん出い、ね、<laughs> もうんねキリジャンケンはあともう月の裏側とか宇宙のこと考えるしかないねそうですねスイスうん そうかそれ取取ってたんですね、うん、じゃあそれ周りに言わせといて、ね、別に取ってない自分で、はい、自分で推進を最後ここの会話何もコントロールしてないですから <laughs> 恐ろしいだねだ最後に回ってきます落ち、はい、に耐えられないです,ですあの霧に包まれたことはないそうですけどあの近頃じゃあ逆に夢を見たようなことは夢見ますケイタロ君は 夢見ないですか夢もう全然見ないです、ね、<laughs> 寝てる間で見な寝てる間で全然見ないですね起きた時に覚えてないってことね起きた時に何も覚えてないですねはい。私その夢は見ない ほとんど見ないですね。なんか見ななさそうなタイプだなと思って。そうですか。うちの北郎もね、一切夢見ないらしいです。見なさそうです。夢見なさそうだな。おたけさんはよく見る？違うんだよ。き昨日か一昨日、き昨日昨日か、今朝の出来事かな。なんかもうあの。 俺自分でちょっとびっくりしたのは夢に動作がついてたんだよ。うん、ど寝ててだから動きと一緒に夢見て<ー>で動いてるんで、まあ、これ具体的に言わないと分かんないか夢でパンのトーストの端っこがあるのね、うん、そこにジャムを塗ってるんだ、うん、俺は。うん、<laughs> ね。 ちっちゃなもかけらなのにジャムを塗って、うん、それをあの口,の口元に持ってってあのた食べるんだ食べようとしてる、うん、こうそんな夢見てて、うん、であ夢だと思って夢だと思ってたって、うん、起きたら、うん、口の中に親指が半分突っ込んでこうわ <laughs> かんないけど夢ってやっぱりなんかこう体の <laughs> 夢は夢だけでさ、うん ふと思うじゃない。連動してるのね、現実の。サテスさみたいに見ない人は、まあ、ちょっと。いやいや。夢のスケールがすごい小さいっすよ。パンの。横に。ジャムつける。みえ、それ。パンを食べると思ったから、親指を入れたの。親指が偶然入っちゃったから、パンの夢を見たの。いや、なんか突っ込んだ気がするな。あの、あの、パンのかけらを。あの。 夢の中で口にパンのかけたジャム塗って突っ込んだと思ってわっと気が付いたら指が親指が口の中に突っ込んでやってあそれで起きたってことなんですねその突っ込んだ状態で。これちょっと珍しくてね夢は夢は夢それから行動は行動って別のものじゃないですかねえ。 あそれで夢見て嫌な見て夢見て汗かいたなとかそういうのはあるけどそ手が連動してる夢はねもうこの年までそんなにそんなにっていうかごなないなしかもパンを口に入れたっていうと親指だったっていうのがもちろん。だだ天井からなんかさ天井板のかけらとかさ猫がキャットフードかけら落としたとかだったらパンっぽいけど親指全然パン感ないもんね。 そうなんだよね、うん、でもちちっちゃいパンのかけらをこう持って口につつけたときにああそういうことかパンを持ってるつもりで口に入れるてたのか だからで噛んだのは親指だったの。物がないからね。噛んだのは親指だったの。じゃあ結構動いてるタイプ。あ今度あれカメラ仕掛けといたらおでし寝てる間の。そう夢でだこんなの初めてだね。夢でご連動するの例えばこう足が身動きが取れなくなっててそういう動きと映像がリンクするとかなんかお腹丸出しにしててお腹冷やしてたらってなりその指の繊細な動きと。 夢が重なってるのね。連動するたぶ聞いたことないです。ねまあでもほらなんかお手洗いに行く夢ばっかり見てるとき起きると結構匂いがマックス。あそうですよね。あるか連動はしてるわよね。よくねなんか水の夢見たらおねしょのサインだみたいなね。昔なんかありました。ありますよね。そうかみんなそんなに夢見ないんだ。きたろうきたも一切夢見ないですからね。でも本当にジャム塗るんだね。 夢の中でもジャム塗るんだね、本武さん。いや、だから日常でジャム、そんなに塗ってないよ、言っとくけど、そんなに塗ってないよ。いや、だから、あるジャムは置いてあるよ、ジャムは何種類か、今も3、4種類ぐらいね、ジャムは置いてあるあじゃそれ、あれですよ、夢のお告げ的にはジャムたちが、俺らそろそろ賞味期限来るから食えと。 夢枕に立ったわけですよジャムがそのおねしょと同じ論理ですねそろそろそそろろまずいぞっていう夢のお告げですよおたけさん私らそろそろ来ますよジャムはそんな賞味期限短くないでしょでも手作りだったらほら防腐剤とか入れてないからさ手作りのやつはねあれはとっくに食べちゃったからもそうなんだね でじゃあマジョムしてんだ。町で売ってるジャブな話だから糖質制限をしすぎてお腹が空きすぎました。でねきっとね甘いものに過剰してて。そうなんだよ。だあのそのそれで夢でサでだ四時ぐらいの話朝の。 で起きちゃったからついで,血糖時で,血糖ついでにね、まあ、昨日の夜の9時から食ってないから、うん、まあついでに血糖値でも測っとくかったら前代未聞の74だったんだよ俺けすごい俺にしてみればもうえっ、ー、っていうぐらいの<う>こんな数字っていうぐらい低,い,低いい数だったか、ね、らだからでも連動してるわけじゃないと思うけどね。でもも甘いものは控えてる,控えてる っていう現実はあ,るからあ<ー>だからまあ欲してたのを、うんねね、夢の中でねああもうそのあその前,前 NHK の番組で一人の老人がね65ぐらいの老人があのどんどん衰えていくってその病名をスタジオで専門の若い専門医の若い人とあのタレントさんと。 どういう症,症状で追求していてこれはどんなあの病気の前触れな前前身なのかなっていうのをたぐっていくような番組を確か NHK でやってたの昨日、うん、それ見たせいかな、うん、まあなあその関係ないのかな面白いわね、うん、夢ってね、うん、ねえないでしょもうね全然夢は うん、あんまりこう見ないですね。そう、いや、などほどや、まあなんかやない、よほどやまやない夢を見るときはたまにありますけどね。あ夢って見てるけど覚えてるか覚えてないかって問題らしいよ。あそうなん、そうみたいですね。でもね、この間の石丸さんは覚えてない。覚えてないですね。覚えてない別に何も。あいやあれはあれはあれでね。うん。もうはるか一週間前。あそうか。そうでそんなになりますかね。はいはい。 くだらない話をしちゃいましたけどもあれだね、慶太郎君、はい、やっぱ頭の話題でもトランプは気になるかな、あれは、うん、そうですね、うん、今は新聞休館日なんですけど、こちら、駅売りの日刊スポーツですね。うんうんうん、はい トランプ氏、銃撃で選挙戦一変、うん、今日から党大会、うん、演説内容批判から団結へとあります、うん、まあ実際も党大会でまあ大統領候補としてトランプさんが指名をもうすでにされたわけなんですけど、うん、事件後初のインタビューということで、うん、トランプ前大統領は14日保守系メディアワシントン・エグザミナーなどのインタビューで15日開幕の共和党大会での演説を国民の団結を訴える内容にすると明らかにしたと。 自身の暗殺未遂事件で大統領選の選挙戦が一変したと述べ国を,一つにする国を一つにするチャンスを与えられたと説明バイデン政権を批判する内容から書き換えたというと、うん、事件後トランプ氏がインタビューに答えるのは初めてとみられると13日の演説中に銃撃され右耳を負傷したトランプ氏は私はここにいるはずではなかったと語り演説で使う データを示すスクリーンを見るために振り返ったことで奇跡的に死を免れたと説明したとちょうどいいタイミングでちょうどいい分だけ振り返ることができたとし一つ間違えれば銃弾が頭部を貫通していたと述べたとあります。うん で銃撃直後には演説を続けたかったとも話した、うん、拳を突き上げたのは聴衆に無事を知らせるためで世界が見ており、歴史が審判を下すと分かっていたと強調した、うん、警護隊に囲まれて、歩いて縁談から降りたことについて担がれるのは嫌だった、歩くと言ったんだと振り返ったとあります。 うん、で朝日新聞の、うん、昨日の、うん、えこれ一面にアメリカ総局長の望月さんという方が書かれているんですけど、はい、感情的な対立、うん、え内政する時ときと、うん、民主主義を揺るがす教団が放たれた言語道断の暴挙である、うん、容疑者は死亡し背景の解明は捜査を待つほかないただ、この暴力がアメリカ政治の抱える深い病理を示していることは疑いないと。うん 事件の数時間後にはトランプ前大統領に近い政治家らがバイデン大統領の言動が事件を招いたと攻撃を始めた。一方で SNS にはトランプ氏の自作自演だといった根拠のない主張も流れる。そこには感情的な党派対立が常態化したアメリカのありようについて内政する意思は伺えない。バイデン氏とトランプ氏も6月下旬の大統領選の討論会で互いを挑発し、史上最低の大統領と罵り合った。 アメリカはバイデン氏のもと世界の民主主義の先導役だと辞任するならば民主主義の本質は何か異なる意見にも敬意を持って耳を傾け共感の糸口を探り真摯に議論することだろうその過程に忍び込もうとする暴力の目を何としても排除しなければならない全、まあ、文ではないですけどこう書いていますそして、うん、昨日の天聖人語にもこう書かれています、まあ、序盤はあのロババーーーーート・デデニニのののタクシードライバーの、うん ああるるシーンがが書いてあるんですが、うん、主演ロバート・デ・ニールが演じるベトナム機関兵は銃を手に用心の暗殺を企てるそこに描かれた孤独と狂気は当時多くの若者に影響を与えたとされる5年後の81年レーガン大統領を狙った暗殺未遂事件が起きる銃撃犯はこの映画の熱烈なファンだった えー、これまで幾度となく政治家らが襲われてきた悲劇は尽きないトランプ氏が演説中に撃たれた事件の背景は不明だが大統領選への影響は避けられまい成長期がはためく青い空に負傷した前大統領は拳を突き上げた、うんえー、民主主義の痛みが心配である、うん、3年前には議会議事堂への襲撃という信じられぬ事件も起きている、うん、これを煽るような言動を取ってきたのがトランプ氏ではなかったか。 暴力の最大の弱点は負の連鎖を生み破壊されるものの悪い面を増幅することだ暴力で悪は繁殖する教団に倒れたキング牧師の真言が胸を突くアメリカの混迷の闇は世界をどれだけ揺るがすのか、はいあま画面では銃撃されたね後にこうあの SP、そういうの囲まれながら壇上降りていくんだけど、うん 調州に向かって拳を突き上げてるっていう映像はやっぱりかなり迫力に満ちあれはこうなんか今天正神保はアメリカのなんかこう暴力に対する連鎖の話だよねあ,あれは見てて小島さん何か思いましたか アメリカではやっぱりあの学校ですとかいろいろなところで繰り返し銃の乱射事件が起きてたくさんの子どもとかね本当にあの市民の方が。 亡くなってるんですよねここ数年でもまたかっていうぐらい銃の乱射事件が。でその度にこの誰でも手軽に銃を持てるその現状を変えようという声が上がってだけど、まあそのまあ、銃ビジネス銃を売ったりねその作ったりしている人たちの、うんあまあ、献金だとかそういう指示を受けた、まあ、補修。 あの人たちっていうのは、うん、まあ銃こそが自由を守る,なんだ守るものなんだから、うん、だったら学校の先生に銃を持たせるとか銃には銃で対応すればいいじゃないかという、まあ、あの理由でですねあの銃をやめようっていう方向にはなかなかならないで来たわけです。うんうん でまあ、もちろんトランプさんもあの銃をやめようではなくて、うん、まあ銃があってこそ、うん、あの銃は守れるという立場を取ってきたわけですけど、うん、まあ今回、自分にその銃口が向けられたわけですよね。うん、ここでやっぱりその銃社会っていうのがあの本当に銃を守るものなのかっていうことを議論するべきだと思うんですよ大統領選なんだしその話にならないのかなと思って、ねうん、あの見てますけど。 おそ多分その自分の英雄性みたいなところをやっぱり強く打ち出していくってことになるんでしょうけど今砂山さんが紹介してくださった記事の中にね国を一つにするチャンスを与えられたっていう言い方っていうのはバイデンがこの4年間でやってたことっていうのはトランプの時代でづいてしまったその分断っていうのをやめようとそういうのをやめましょうってことを一応繰り返してきて。 連帯しようという言葉を使ってたわけですけど、うん、その言葉をこのトランプが今この段階である意味育ててきた言葉をう奪うっていうんですかねそういう構図になってしまった、うん、それをトランプがそういう言葉を使い始めてるっていうのは非常にもちろんこういうことは当然起きてはいけないですけれど、うんはい、この使われている言葉としてちょっと皮肉めいたところがありますよあちょっと前に国会あの向こうの議事堂を選挙したと、ね、行けとけ、ね、けと。 あれ何をあ煽ってたかって言ったら暴力ででもいいいぞっていう意味ですよね,ですよね国会をの力で乗り込むっていうのは、うんねまあ、もちろん逮捕者も出てるんだけど、うんまあ、そういうふうに結構この乱暴な感じのことが行われててその疾病返しじゃないけどもその自分が持ってった方向にこう力に訴える方向で 自分が今度は力を浴びてしまったっていうことになるよね。まあ、でも、うん、その、ね、こう、しょ、うん、なんていうの、ショービジネスというか、その。うん、まあ、テレビだとか、うん、人に見られる場、で、どのように振る舞うと、うん、まあ、それが自分の人気につながるかってことを。を、うん、非常に、こう、経験的にも、あの、熟知している人だなっていう反応でしたよね。そう,そうなんだよ。はい、あの辺がね、パシナか、傷を負っても、お、なんていうの。 こう聴衆を引きつけていこうとする力はちょっと普通はやらないよなあれはなあと、まあ。だからやっぱりこの瞬間銃に撃たれた自分がどう振る舞うのが一番人のこうね、うんうん、注目を引きつけ、はい、自分にとって有利な印象になるかってことが本当と脊髄反射で分かるっていうのは、うん、本当に根っからそういう場所で生きてきた人なんだなっていう感じがしましたよねでもやっぱりその振る舞いを褒めるっていうことはやっぱりしちゃいけないと思うんですよね ああいう時に立ち上とかねそれをあの構図を出したならもう彼が優勢だみたいな割と言い方っていうのもそらくいろんなところで飛び交ってるんでしょうけどやっぱそうじゃなくて彼がやってきたことあ先ほど話に出たような非常にこう暴力的な乱暴な言説っていうのもやっぱりもう一度整理し直してっていう必要性は より出てきたんじゃなないかあの瞬間にこそこの人はこういう反射神経で自分演出してきたというか人をねそのの注目を集めてきたんだなと今回また持っていかれるなと待ってよ待ってよ持っていかれていいのか自分はって自問する機会でもあると思うんですけどね。ほうねまあでも流れまあ遠くから見てて流れは これをきっかけにそういう冷静な判断やっぱしあんまりしないよねみんなね。まあそうでしょうね。なんかこうどっちかっていうとまあまあこれがかえってトランプ大統領を、うん、今度の大統領になるべくこう勢いを得た感じにはなっちゃってるよね。でこの副大統領候補のねバー、うん、スさんという、はい、まあ39歳の人が副大統領候補に選ばれて。 これ手元にあるのが朝日の記事ですかねツイッターにバイデン氏がトランプ氏を敵視する発言というのが暗殺密遂に直結したということで非難しているとまだ動機とか分かってないんだけれどもそういうことを言っているというまさにトランプ氏は国を一つにするチャンスを与えられたとか言いながらもその副大統領候補にこれはバイデンがああいうふうに非難しているから悪いんだよというふうに。 全く一つつにするつもりはない、うん、こういうスローガンだけをやっぱりね、うん、使おうとしてるっていうのが、うん、まあ現状でもも見えてきますもん、ねはい、どこの選挙で、うん、まあ日本でもね、えー、の最近いろんな選挙ありましたけど、うん、やっぱりこうどの人がいいのかなって選ぶときにどう見えるか。うんうん うん、っていうことにとっても人はやっぱり左右されるし普段からじっくりニュースを追ってるわけではない人の方が大多数ですから、うん、自分がたまたま見た何秒かの映像で、うん、どんな印象を受けたかっていうことでやっぱり決めてしまうと思うんですね,そう,ね、うん、そういう人が多いと思うんです、うん、でそうなることを分かった上でじゃあどう印象付けようかってことにたけてる人たちが選挙に出るわけですから、うんうん、結構ねそういうあ自分は目に振り回されるぞってことを分かった上で選挙の投票に 望むっってこととがやぱり大事だな思いますねそれはだからなんか「いやあの人うまいねやっぱり」っていうことっていうのはもちろんメディアとして分析するのも大事なんでしょうけどそのうまさをあまり前面に出しすぎてはいけないっていうところはあってその人がどういうことを考えてるのかとかあれこれにはどういうたくらみがあるんだろうかっていうのをやっぱり分析しないとこういう。 表層的な絵とかですね言葉みたいなものに載せられちゃうっていうところはうまさが何を覆い隠してきたのかってことですよね。だからそのうまさを「うまいね」と褒めて「さすがだね」じゃなくてこのうまさでここまで来たんだけどそのうまさによって何が覆い隠されてきて何から目をそらされてきたのかっていうことをやっぱり知りたいですよねこういうタイミングで。ささっっき話題になたバンスんもね あれですよね、中小には「繁栄から取り残された白人たち」っていうヒルビリエジーですねそういうのこれお書きになってるってことだったよねはい、はいはい、まあ移民が増えて、えー、自分たち白人の仕事がどんどん減っていくと、うんああ 忘れられたホワイトベルトの人たちを代表して俺もちろんマイノリティの声はとっても大事だと思うんだけどまあそこだけで突っ走っても世界はそんなにんかこうしかもこの方はね以前反トランプで反トランプ的なツイッターのツイートは全部削除した上で今トランプの近くにいるとかなり忠誠を誓ってるっていう。 ことなんでまあ、そのさっきの言ったこれ暗殺未遂にそのバイデンによる敵視する発言が直結したんじゃないかみたいなこういうなんていうかあの非常に過激な部分を担う可能性っていうのはどうもありますもんね。メリカでもきっと、まあ、それか今ねヨーロッパでもそれからこれから日本でも、まあ、起きてることでしょうけど、うん、何かがうまくいかない時に、うん、その自分よりも力を持ってる人のせいだって言っても。うんうん ももううそれはどうにも自分はかなわなないいだろうと思いになりますよね、うん、それ自分よりも弱くて自分からちょっとこう異質な存在に対してあいつらのせいだって言った方が攻めやすいし何かそれで変化が起きるんじゃないかっていう気持ちになりますよね。なぜなら自分より弱い人たちだから自分が攻撃すればやっつけられるんじゃないかと思うからでも自分のその暮らしの苦しさっていうのは本当にその人たちのせいなのか。うんうん でももしかしたらその自分が声を向けるべき対象っていうのは、うんえー、決定権を持ち、うんえー、力を持ってる人たちなのかもしれないってことを。うんうん でも分かってるからこそ無力感を覚えて弱者に向かってしまうってところがあるんじゃないでしょうかね。うん、それはきっと日本でもこれから起きかねない起きつつあることなんだと思いますけどあとはこれ、うん、安倍さんがああいうふうに亡くなられた時にもあったことなんですけどこういう本当にあってはならない銃撃事件が起きた後に、はいうん、その後にこにいろんな起きてる政治のことを分析しようとすると、うん、なぜかそのいや トランプさん、撃たれたんだよとか、うん、安倍さん、撃たれて亡くなられたんだよみたいな、当然それはもう、うん、あってはならないことっていう前提で話してるんだけど、うん、なんかその後のいろいろな分析が、うん、こうあらたかもそれを擁護してるかのような雰囲気で伝えられることっていうのがあって、それは全く違いますよっていうことは、それもまた今回はまた繰り返し言っていかなくちゃいけないと思いますよ、ね、と当然、この銃撃なんていうのはあってはならないことだっていうことはねはいそうですね。 慶、はい、太郎君、次の話題にいきましょうかこちらも、まあ、デジタルからなんですけど、うんえー、毎日新聞です、うんえー、孤独の現場からという、うん、高齢親の死体遺棄事件、全国で相次ぐ、うん、背景に80509060問題かとあります自宅で亡くなった高齢の親の遺体を放置したとして同居する中高年の子が死体遺棄容疑で逮捕される事件が全国で相次いでいます。 80代の親が引きこもり状態などにある50代の子を養う8050問題が背景,に背景にあると見られるケースが目立ち、うん、9060問題に移行した末に起きた事件もあると。 この8050の名付け親となった大阪府豊中市社会福祉協議会事務局長でコミュニティーソーシャルワーカーの勝部玲子さんは事件は当事者家族が行き着いた最終地点社会的孤立を象徴する出来事だと警鐘を鳴らすとあります。うんうん でまあ、もしもの時は SOS と最後書いているんですが、うん、8050問題に詳しい愛知教育大の河北教授社会学の教授は死体,死体遺棄事件に限らず親が入院するなどして子どもが家に取り残されるケースは増えている社会的孤立防止の観点で見るともしもの時に SOS を出してもらうような取り組みが必要だと指摘するとありますうんもう8050問題が9060問題。はいね そのまま移行したっていうかプラスですね。っっですね。あでもこれってこうなんていうの親が死んじゃったらもう就任のすべがないみたいなまあもちろんそういう全部じゃありませんけど、うん、引きこもりの人だったりもするわけだよね。えきこもりはなんか若い人ばっかしかと思ったら結構。 まあ引きこもるか仕事があのしてないかちょっとわからないけども、うん、結構高齢の人までこのなんていうのかじり続けたすねっつうのかね、うん、あなんかこれからどんどんもっともっと、うん、まあ私ちょうどこの世代ですから、うん、あもっといろんなことがなんか日本でもたくさん起こってくるような気がして。 なんか手を打つっていうことを考えなくちゃいけないよね。こう段階ジュニアと言われる、うんうん、まあ,あの、うん、そ人口はすごく多いんだけれども、うん、あの非常にこう、うんえー、非正規雇用のまま熟年世代を迎えている人たちで人数が多いわけですよね。で国はこれそれまで。 これまでですねその人たちが安心して家族を持ち子供を持ち、うん、そして仕事に就きということができるような施策を十分にやってこなかったわけですよね。はい、でまあ、うん、親に養ってもらえればなんとか食えんじゃないの親も子もというところで、うん、ごままかかししなながらこここでで来ててうん、こういいい社会問題化しているわけじゃす今あの若い人に、ね、なるべくその、まあ、手厚いそのいい初任給を出してあげてっていう動きがあってそれ自体はいいことなんですけど、うんうん、でも同時にやっぱりこの今までずっと顧みられてこな たくさんの人数のいるこの、えー、まさに8050問題の世代の人たちに対してももう一度チャンスをね人生再設計第一世代とかねネーミングを勝手にされましたけどねそのチャンスを与えるだけでなくて安心して暮らせるようなちゃんとした手当を同時にやってっててほしいいな思ますねもっと言えば今までなぜあの引きこもりになったのか引きこまざるを得なかったのかと。 そういう社会問題をまあ最初にもう抱えてるわけだよね、うんうん、そこれを抱えつつこの問題にこう手を出せずに今日までずるずるずるってきちゃったと、うん、あらゆる問題を家族の中で解決してくれっていうふうにね、うんうん、先送りしてこう押し込めてきた結果が今こうなってる気がしますよね。うんうんうん、いやーこの問題ももっと大きくなって、まあ、まあ近頃嫌な話ですけどねあの。 列車のなんか電車の、ね、事故があちこちで多発もしてますよね。うん、はいさあ今日も始めましょう。